チェコスロバキア共産党はヨーロッパのチェコスロバキアにおける共産党として1921年から1992年まで活動していたマルクス・レーニン主義を掲げる政党である。設立当初から合法政党として議会内での勢力を維持し、1948年から1989年までは事実上の一党独裁政党として社会主義体制を維持した。 両大戦間の時期の共産党のポスター第一次、世界大戦後の1918年に独立したチェコスロバキア共和国では工業地帯である西部のボヘミアなどで社会主義運動が盛んだった。1921年5月16日、チェコスロバキア社会民主党からサハグループが離脱してチェコスロバキア共産党が成立した。 第一次大戦後の独立国としては珍しく、議会制民主主義が安定していたチェコスロバキアでは、共産党は野党として議会に参加し、トマーシュ・マサリク大統領やエドバルド・ベネシュ大統領のもとに、社会民主党も参加する共和国政権と対立した。共産党は各種選挙で10%前後の得票率を獲得し、ソビエト連邦を除くヨーロッパ諸国で、 最高の支持を集める共産党の一つだった。1939年3月14日にナチスドイツが軍隊をチェコスロバキア領内に進め国家をドイツ保護領のボヘミアモラビア保護領とスロバキア共和国に解体すると共産党は直ちに非合法化された。同年に第二次世界大戦が始まり1940年にイギリスの支援で エドバルド・ベネシュを大統領とした亡命政府がロンドンで成立し1943年にソ連と友好協力総合援助条約を締結すると共産党は亡命政権との協力を進めた。またソ連に亡命した共産党員は1941年からの独ソ戦でソビエト赤軍に従軍してドイツ国防軍と戦った。一方、チェコスロバキア国内でも 共産党員は厳しい弾圧を受け、多くの党員が強制収容所で命を落としながらも、ナチス支配に抵抗し、赤軍のチェコスロバキア侵入が近づいた1944年8月には、保護国成立に対抗して結成されていたスロバキア共産党が亡命政権派と協力して、スロバキア民衆放棄を実行したが、自力での祖国解放には失敗した。 第二次大戦末期の1945年4月5日、赤軍と共に祖国に戻ったチェコスロバキア共産党は、スロバキア東部のコシツで、コシツ宣言を発表し、亡命政権の機関と共産党の連立政権参加を提示した。同年5月にドイツが降伏し、チェコスロバキア全土が赤軍の占領下に入ると、帰国したベネシュを大統領とし、共産党も参加する。 国民宣戦政権が発足した。1946年の総選挙では、共産党が第一党となり、首相や内務大臣などのポストを獲得したが、得票率はチェコスロバキアでいずれも過半数には至らず、アメリカ・イギリスとソ連との間で、中立的政策を施行するベネッシュ大統領やヤンマサリク外務大臣と、ソ連軍の駐留を背景に影響力拡大を目指す。 共産党の議長でもあるクレメント・ゴットワルト首相との間で対立が深まった。1948年2月、マーシャルプラン受け入れ拒絶などで、共産党の圧力が増大したのに抗議するために、非共産主義政党の閣僚たちが、ベネシュ大統領に辞表を提出すると、共産党はこれを逆手に取り、首都、プラハなどでのデモ行動の結果、内閣を共産党と、 その同調者で独占することに成功し、実権を握った。共産党側はこれを2月の勝利と呼んでいる。同年3月10日には、ヤンマサ陸外相が外務省の中庭で転落死しているのが発見された。これは自殺とされたが、当時から共産党による他殺と疑われた。そして6月7日にベネシュ大統領が辞任し、7月にゴットワルトが、 大統領に就任して共産党が事実上一党独裁を行う人民民主主義が宣言された。ゴッドワルトは1929年に共産党書記長に就任し第二次大戦中はソ連の首都モスクワで共産党パルティザンへの指揮を行っていた経歴の通り非常にソ連に対して忠実な人物であり当時のソ連の独裁者であるヨシフ・スターリンの 政治手法をそのまま踏襲した。すなわち、戦前のチェコスロバキアが維持していた議会制度は完全に放棄され、た。政党の支持者はブルジョワ主義者や対独協力者として大量に粛清された。粛清は共産党内にも及び、特に戦後もチェコスロバキア共産党の下部組織として存続していたスロバキア共産党は、 分離主義傾向を持つ地頭主義者の根拠地として多くの犠牲者を出した。1951年には共産党のルドルフ・スラーンスキー初期長やブラジミール、クレメンティス外相が逮捕され、1952年11月20日には地頭主義、トロツキスとアメリカのスパイなどの冤罪により11人が死刑判決を受けるスラーンスキー裁判が行われた。経済政策もゴットアルトは、 スターリンと同様の政策を実施した。すべての生産設備は国有化され、中世以来の自由農民の伝統を破壊する農業集団化も強行されて、チェコスロバキアはミニスターリンの手で最もスターリン主義的なソ連型社会主義国家へ変貌した。1953年3月のスターリン死去に続き5月14日にゴットワルトが急成して、 チェコスロバキア共産党は緩やかに変化した。集団指導体制の一角を占めたアントニーン・ノボトニー共産党第一初期は徐々に支持を固め、スラーンスキー裁判で訴追の中心人物となったアントニーン・ザ・ポトツキーが死去した1957年には大統領職も兼務した。ノボトニーはスターリン批判後に東ヨーロッパ諸国で広がるソ連支配への反発を 抑え、ハンガリードーランにおけるソ連のハンガリー軍事介入を支持するとともに、1960年には国名をチェコスロバキア社会主義共和国へ解消した。一方、コットワルト政権による粛清犠牲者への名誉回復も慎重に進め、1963年にはスラーンスキー裁判の不当性を認める決定を下した。しかし、その自由化への対応は遅すぎた上、 中央集権主義で硬直化した政治・経済システムや1960年代に入って拡大した西側諸国との経済格差は共産党やノボトニー個人に対する国民の不満を増加させた。1967年になるとノボトニーに対する批判が公然化してきた。その中心の一人はスロバキア共産党。 第一書記のアレクサンデル・ドゥープチェクであり、チェコに比べて礼遇されてきた、スロバキアの地域、党の地位向上を訴えていた。また、彼は、言論の自由化などをチェコに先行して実施していた。1968年1月5日、チェコスロバキア共産党の中央委員会はドゥープチェクを、党第一書記に選出した。ドゥープチェクは、検閲廃止などの自由化に着手し、 ノボトニー体制の要人たちへの批判がさらに強まった。3月21日、ノボトニーは大統領職も辞任し、後にプラハの春と呼ばれる改革路線の採用が明確になった。4月に党中央委員会が採択した行動綱領には、党の民主的改革と過去の粛清犠牲者への名誉回復、経済学者のオタシク副首相が主張する市場経済の導入、 言論の自由化、ソ連との同盟関係を維持した上での西側諸国との経済関係強化などが含まれていた。ルプチェックは共産党が主導権を持つ社会主義体制の維持と外交、軍事面での東側陣営への残留を守りながら人間の顔をした社会主義と呼ばれる政治、経済改革を進めようとした。しかし、 活発な言論活動による共産党への批判の高まりや2005宣言のような当該からの改革要求が続くチェコスロバキアの状況は従来の社会主義一党独裁体制を堅持し国内の民主化運動を潰していたソ連のレオニード・ブレジネフやポーランドのブワディスワフ、コムーカなどにとって極めて危険なものに移ったソ連や東ヨーロッパ諸国は 社会主義共同体の利益を優先する制限主権論を主張し、ルプチェクに対して自由化への歯止めと共産党による強権支配の復活を要求したが、ルプチェクは応じなかったため、8月20日深夜にソ連軍を中心に、ポーランド東ドイツハンガリーブルガリアの各国軍が、ワルシャワ条約機構軍としてチェコスロバキアに侵攻し、全土を占領して、ルプチェクたちの党、 政府の指導部を拘束した。この軍事占領に対しチェコスロバキア共産党は一致して避難声明を出し、ルドビークス・ボボーダ大統領は外交交渉でルプチェックたちの解放に成功した。ルプチェックは党の指導者に復帰したが、ソ連の厳しい監視と国民の民主化要求に挟まれて統治能力を失い、共産党内でも保守派の巻き返しに直面した。 1969年4月にドゥプチェックは、当第一初期から辞任せざるを得なくなり、ドゥプチェック派ながらも、軍事介入以後はソ連へ接近したグスターフ、フサーク副首相が新たな第一初期になった。ドゥプチェックはトルコ駐在大使に左遷された後の1970年に、共産党から除名され、秘密警察の監視下に置かれた。その他の改革派も共産党内から一掃され、 国外亡命か監視下での生活を迫られた。東ドイツを訪問したフサークフサーク政権は外交と国内統治の正常化を掲げ、チェコとスロバキアによる連邦化を除くと、チェコスロバキアの国家体制をほとんどすべて、ノボトニー時代のそれに戻し、ソ連に最も忠実な同盟国として振る舞おうとした。 プラハの春は社会主義体制の転覆を狙ったブルジョア勢力が外国の支援を受けて起こした反革命策謀であると規定され社会主義革命を守るために WTO 軍の介入は正当かつ必要だったとしてイタリア共産党や中国共産党からの非難に反論した。1969年に大規模な中祖国境紛争まで悪化した中祖対立でも 全面的にソ連側を支持した。1971年には自らの役職名をソ連共産党に習って書記長へと解消し、1975年にはスボボダの辞職を受けて大統領に就任した。この正常化路線によって国内の混乱は収集されたが、共産党に対する国民の不満は深く広まっていった。1977年には 元共産党幹部会員で、プラハの春での行動綱領作成を担当した、ズデネク・ムリナー氏や、劇作家としても有名な反体制活動家のバーツラフ・ハベルらにより、検証77が作成され、フサーク政権の人権抑圧が非難されたが、政府は、検証署名者に対して、ムリナー氏のように国外へ追放するか、あるいは、ハベルのように失職や投獄、監視など、 社会活動への参加を制約するかで答えた。チェコスロバキアには、プラハの春と同年に、経済改革を開始したハンガリー社会主義、労働者等のカーダールヤーノ主政権のような、改革への寛容性は見出せなかった。1985年、ソ連で、ミハイル・ゴルバチョフ政権が登場すると、チェコスロバキアの共産党政権は、次第に、これまでと逆方向の圧力、 経済発展や社会の自由化を重視する上からの改革の実施要求に直面した。経済不振による国民の不満をそらすため、1987年に、フサークは共産党初期朝食をミロシュ・ヤケシュに譲ったが、大統領には留まり、国家の最高権力者としてペレストロイカへの批判を隠さなかった。ヤケシュは限定的な経済改革を手掛けたものの、 言論の自由化や反体制派への監視を緩めることはしなかった。1989年、一連の東欧革命の中で、チェコスロバキアの共産党体制も一気に危機を迎えた。8月に、ハンガリーで反ヨーロッパピクニックが行われ、多くの東ドイツ国民が西ドイツへの亡命に成功すると、プラハの西ドイツ大使館にはバカンスで、チェコスロバキア国内へ滞在していた。 東ドイツ国民が殺到した。チェコスロバキア政府は西ドイツ政府と交渉し、人道的配慮を理由に亡命希望者の西ドイツ移送を認めたが、これは東ドイツ政府の反発とともに、チェコスロバキア国内の反体制勢力から自国の民主化を求める声を呼び起こした。11月9日にベルリンの壁崩壊により鉄のカーテンの一角が崩れ、 一連の東欧周辺国の動きを目の当たりにした国民の民主化要求は一気に表面化した。11月17日から始まったプラハでのデモンストレーションは参加者を増加させ、ハベルを代表として反体制勢力が結集した市民フォーラムは民衆の支持を得た。民主化デモには共産党員も参加し、さらにルプチェクなどプラハの春当時の改革派指導者も加わった。 共産党政権は、ソ連の介入による支援も期待できず、軍隊による武力鎮圧も不可能となったため、民主化勢力との妥協を決断した。11月24日に、ヤケ首書記長が辞任し、12月には民主化の実施を発表したラディスラフ・アダメッツ首相も辞任し、12月10日には、フサーク大統領も非共産党政権の発足を承認して辞職した。 公認にはハベルが就任し、連邦議会の議長には共産党へ復党しなかったドゥープチェックが就任した。共産党はこのビロード革命によって、ほぼ無欠のままに41年間維持した一党、支配政権を失うことになった。その後、共産党はアダメッツが初期長となり、1990年2月にフサークを除名して、マルクス・レーニン主義と共産党の名称を維持しながら、 新たなイメージを打ち出そうとした。また、連邦制によるチェコとスロバキアの対等性を重視するため、3月にボヘミアモラビア共産党を設立し、スロバキア共産党との協調によって、チェコスロバキア共産党が運営されることになった。6月8日、チェコスロバキアで44年ぶりの自由選挙が行われた。共産党は連邦議会、民族議会ともに、 第二党を守り、影響力を維持したが、市民フォーラムが両院で過半数を占めたため、政権復帰はならなかった。また、選挙後に、スロバキア共産党の主流派は党名を民主左翼党へ変更し、社会民主主義路線を採用して、チェコスロバキア共産党から離脱した。すぐに一部の残留派によって、スロバキア共産党は再建されたが、その勢力は大きくそがれていた。 1992年総選挙では、チェコとスロバキアで、それぞれ民族主義政党が勝利し、地域間対立が激化した。そして、交渉の結果、ついに1993年1月1日に、両国は連邦を解消し、それぞれ平和的に分離独立することが決まった。共産党はこの、ビロードリコンを留めることができず、自らもボヘミア・モラビア共産党と、 スロバキア共産党に分裂することになった。連邦解体後のチェコでは、ボヘミア・モラビア共産党が野党として活動している。各種選挙では10%台前半の得票率を獲得し、国政政党としての勢力を維持している。一方、スロバキアでは、スロバキア共産党への支持が低下し、近年では国会に議席を有していない。また、 両国の再統合を目指すチェコスロバキア共産党も再建されているもののミニ政党であり影響力は限定的である。チェコスロバキア共産党の指導者はたびたび故障が変更された。コミュニスティカストラナセスカスローバンスカ再建されたチェコスロバキア共産党の公式サイトありがとうございます。